2013年お払い町、2015年お払い町、2015年お払い町は、三重県伊勢市の宇治のうち、伊勢神宮高大神宮の鳥居前町である。伊勢山宮街道に沿って、宇治山田で、昭和中期以前は一般的である。伊勢市の代表的な観光地で、町の中央には、おかげ横丁がある。 伊勢山宮街道の終点宇治橋手前の伊勢市宇治今在家町から宇治中の節町を経て宇治浦田一丁目に至る約800メートルの伊勢おはらい町通りの両側に広がる宇治今在家町から赤福本店前までの区間は三重県道に赤福本店前から宇治浦田一丁目までは伊勢市道に指定されている沿道には伊勢うどんや手こね寿司などの郷土料理を供する 飲食店、新寺や伊勢茶などを販売する土産物店が軒を連ねている。中には民家や郵便局、銀行もあるが、ほぼすべての建物が切り妻、入りもや、つま入りの木造建築で統一されている。これらの建物の多くは1970年代以降に民間主導で進められた町づくりの結果、景観維持を目的に整備されたものである。お払い町と、 おかげ横丁は混同されるケースもある。伊勢神宮の鳥居前町として栄えたお払い町は、江戸時代には、三宮客が年間200から400万人も押し寄せた庶民の憧れの地であった。当時、日本全国から三宮客を集めたご死と呼ばれる人々がこの通りに館を連ね、客人をお払いや神楽でもてなしたことから、いつしかお払い町と呼ばれるようになったという。 しかし、高度経済成長の時代を過ぎた1970年代後半には、観光客は伊勢お払い町通りに並行する国道23号を利用して、バスや自動車で宇治橋前まで乗り付け、参拝を終えるとお払い町へ立ち寄らずに次なる、目的地の飛ば、奥島方面へ行く者が増加し、伊勢神宮の参拝客が500万人であるのに対し、お払い町を訪れた。 観光客は20万人にまで落ち込んでいた。近代化の波を受けて、伊勢らしい建物をなくした、お払い町は、観光の魅力を失っていたのである。この状況を憂慮し、立ち上がったのは、この地に本店を構え、5年で給与倍増するという、目標を4年で達成して勢いづいていた、老舗和菓子店の赤福であった。赤福は有志を募り1979年に、 内空門前町再開発委員会を結成、赤副社長の浜田松種の洋風化したものが氾濫する時代だからこそ、日本的な心のふるさとが求められている。という考えに基づいて、伊勢の伝統的な町並みの再生が始まった。こうした動きを受けて、伊勢市は1989年に、伊勢市町並み保全条例を制定、伊勢市町並み保全事業基金が創設された。 この基金は伝統様式を取り入れた集計の際に融資するというもので補助金を拠出するものではなかったが地域の人々の熱い思いからわずか10年で江戸時代の町並みが蘇った。三重県や伊勢市当局もこの町並み再生に協力的で電線地中化と路面の石畳化を実施した。そして町並みが整い始めた1990年代から お祓い町の名を全面に押し出すようになった。この保全事業は2009年10月1日に伊勢市警官計画に引き継がれ廃止となった。さらに赤福は1993年の式年遷宮に合わせておかげ横丁を開業させた。おかげ横丁と生まれ変わったお祓い町は2002年には入り込み客数が300万人を突破し、おかげ参りの頃の賑わいを回復した。 これを評価され、浜田は観光カリスマに選定されたが、赤福持ちの消費期限及び製造日、原材料表示偽装で騒がれていた2007年11月12日に辞任した。大勢の観光客でお払い待ちがにぎわうようになった。反面、2008年には9件の事故が発生したほか、車にひかれそうになったなどという苦情が寄せられ、2009年7月25日から、土、 日宿日の伊勢お払い町通りは歩行者天国になった。お払い町通り沿いの店は、ほとんどが17時に閉店する。伊勢の夜は、早いという指摘がある。1980年代から活動を始めた、町づくり組織で、現在の会長は2008年就任の前田より氏である。お払い町を単なる観光地ではなく、実際に住民が生活する町であることを、強みとしている。 観光カリスマ百選など、この文中の約2600坪のお払い待ちの中にはの下りは、おかげ横丁が正しい。ありがとうございます。